はい。では今日はですね、強いチームを作る第一歩というのをお送りしたいんですけれども、まずですね、これだけは言えます。この動画を見てくださっているあなたの所属しているチーム、必ず強くなります。というのはですね、あなたが今この動画を見ているからです。あなたがこの動画を見ているということは、少しでも自分のチームを強くしたい、良くしたいと思っているということですよね。その一歩がすっごい大事なんです。そういう人がチームの中にいるいないで、絶対にチームは変わります。本とか、まあ動画とか見ると、引き寄せの法則っていうのが出てくると思うんです。まあ、引き寄せの法則っていうのは、まあ簡単に言ってしまうと、いいことを考えているといいものを引き寄せて、悪いことを考えていると悪いものを引き寄せますよっていうことで、お金持ちになりたかったらお金持ちの人とお付き合いしなさいよとか、綺麗になりたかったら綺麗な方とお付き合いするといいですよとか、そういうのもね、言いますよね。これ実際私も今までの人生で引き寄せの法則に何回も経験しています。だからあなたみたいな人がいるチームは必ず強くなっていきますので、ぜひね、いろんな人を引き寄せてください。で、一つ注意してほしいのは、引き寄せの法則ってもちろんポジティブな意味でも使えますけれども、ネガティブなことにも引き寄せってあるんですよ。で、ポジティブなことよりネガティブの方が吸引力がめちゃくちゃ強いんです。あ、そういう人と出会ったらどうすればいいのって、したら、私だったら付き合いません。もうそういう人が控え室にいたら、はい、そういう系の人ね、もう私じゃ控え室から出てこうとか、極力関わらないようにしています。メンタリストの DAIGO さんも、もうそういう人は排除するとかね、はっきり言ってますけども、もうそういう吸引力にね、ぜひ負けずに皆さんがどんどん発信していってほしいなと思っています。さあ、じゃあ強いチームを作る第一歩お話ししていきますけれども、まずは皆さん、これを大事にしてください。ビジョンを伝えるということです。強いチームを作るために、私の生徒さんだったら、もう聞き飽きているかもしれないんですけども、ビジョン、ミッション、バリュー、この3つをですね、必ず大事にしてください。まずは今日そのね、ビジョンについてお話しします。これがないとチームはどこに行っていいかわかりません。で、成功するためには力が必要なんですよ。成功って普通じゃないです。朝起きて、学校に行って、部活の時間になって先生に言われたことを言われた通りして、なんとなく過ごしていたら、全国大会に行って優勝ができるのか。これできませんよね。絶対できないと思います。なんとなくしてたら優勝してました。そんな人、そんな学校ね、ないと思います。成功っていうのはごく一部の人間しか体験できない、ね、頂点ですので、それを手に入れるっていうのはやっぱりいい意味で普通じゃないんです。その普通を、じゃないを実現するのに、とっても大事なのが、どういうふうに成功まで行くのか、成功した時にどういうふうに自分たちがなっているのかっていうビジョン。もう最初から成功するぞっていうビジョンですよね。それが見えないとチームは動きません。はい。ではそのビジョンについて私の体験談を話したいと思います。私が2019年の3月1日から、日本航空高校という地元山梨県の高校の吹奏楽部の音楽監督になりました。で、その吹奏楽団、すごく1年で生まれ変わって結果も出したんですね。そのちょっとね、例を出したいと思います。私3月1日に監督になって生徒と一緒に会うっていう時に、こんなことをね、お願いしました。まず私学校に行って別の部屋に行ったんです。そして顧問の先生に生徒たちを集めてミーティングをさせて、私をどういう気持ちで迎え入れるのかを話し合って結果を出してください。その結果を聞いてから私はお部屋に行きますと言って別の部屋で待機をしてました。そして先生から連絡が来ます。生徒たちのミーティング終わりました。しっかり話し合ってくれて、生徒たちはこれから私が監督になって、いろんな新しいことが生まれると思うけども、それでも諦めずに心先生についていくという一つ結論を出してくれました。これで私を迎え入れる準備ができたんです。これがですね、私の思い描く吹奏楽団にしていくための第一歩だったんですね。とっても大事です。生徒たちはそのミーティングをすることで、今から大変なことがあるけども、ポジティブに頑張って心先生についていこうという、このバンドのスタンスがここで決まっています。バンドのスタンスが決まっているバンドに、私が入っていくんですね。
そしてそこで、最初に楽器を出して演奏ではなく、やったのはですね、ミーティングでした。スタンスが決まったところに私が行って何をしたかというと、これからのビジョンを話すビジョンミーティングをしました。ビジョンミーティングでは、まあこれね、航空高校の紹介をするときに詳しく言いたいので、今は大きなね、航空高校が描くビジョンはお話ししませんけれども、まあビジョンがあって、その下に3つ、まあビジョンを叶えるためにやりたいことを決めました。一つが山梨県のコンクールで金賞を取るということです。そしてディズニーランドで演奏する。そして初めての定期演奏会を開く。この3つ、すべて叶いました。とっても大変だったと思いますけれども、3つすべて、叶ったんです。それはこの日のビジョンミーティングがあったからだと私は思います。ビジョンミーティングでまずどんな学校になりたいのか、自分たちがどんなバンドだったらプライドを持って誇りを持って自慢できるのか、そういうことをね話し合いました。そして私からプレゼントとして、3月からコンクールが7月だったので、7月の末まで大きなカレンダーみたいなものですね、プレゼントしたんです。これをですね、夢への地図とうちのバンドでは読んでいます。夢への地図を幹部に渡して、コンクールのある日に夢を叶える日と書かせました。そしてこの日から生徒たちは夢を叶える日に向けて活動が始まるわけです。なんかこれだけでワクワクしますよね。私たち7月の28日に夢を叶えるんだ、その時にこういうバンドでいるんだ、ここでビジョンを固めたことで生徒たちはこれからの活動に対するもうワクワクがマックスになるわけですよね。なんか自分たちは今ドラマの中にいるみたいな、多分そういう風なね気持ちになったことだと思います。そしてね、これから本当にドラマティックの出来事がたくさん航空高校では起こっていきました。まずね、これが私が皆さんに提案したいことです。お話聞いただけでもね、ドキドキしてもらえたんじゃないかと思うんですけれども、いつこういう風に自分たちのバンドがなる。それは、結果ももちろん大事だし、数字も大事なんですけれども、本当に具体的な、例えば、笑いが絶えずに、ストレスがなく、やめたいっていう人がいない、練習時間はこのぐらいで、こういう風な演奏ができて、こういう風な成果を上げることのできる実力のあるバンドになろう。その時に見た目はこうでいて、オーラはこうでいて、っていう風に決めていくんですよね。じゃあ SNS のフォロワーは何人ぐらいいてみたいな。それに向けていろいろやっていかなくてはいけない。ここで発生するのが2つ目のミッションということなんです。そしてミッションをクリアした時、3つ目のバリューが生まれます。バリューすなわち価値ですね。あなたたちのバンドに価値が生まれます。まあ、そういった流れでチームを作っていくと、思い描いていくとね、いいのかなと思っています。そして皆さん忘れてはいけないのが、この決めたビジョン何回も口に出してください。もちろん書いて可視化させるということもとっても大事だと思うんですけれども、やっぱり言葉で確認をした方がいいです。そして言葉だけでも、リーダーだけが常に言っている一方的なものでは、チームは成り立ちません。部下とかね、後輩にこれしてねって言って、分かりましたって言いますよね。その分かりましたはもう聞こえましたって言ってるのと同等ぐらいに思っておいた方がいいですね。分かりましただけじゃダメです。ちゃんと本人たちが意思を持ってチームを動かしていくことが大事なんですね。チームをやっぱり作るにはビジョンを共有して、思いを共有していく、これは本当に大事なことだと思います。ただ個性はあります。当たり前ですけれども、人間全員価値観違います。それをね、理解しておくのも大事です。みんなでビジョンは決めますけれども、一人一人の捉え方っていうのは必ず違いますので、それをね、全て個性を殺すようなことをやってしまうと必ず衝突が起きますので、まあ認めましょう。自分の目線ではなく、上からこう見てボードゲームをするみたいな、メンバーに適材適所に仕事を与えていってチームを動かすということができれば、お互いにいいところも悪いところも個性として認め合ってチームとして機能していくと思います。ただのグループの寄せ集めではなくて、皆さんの部活、会社はちゃんとチームとしてね、成り立っていくように、まずはビジョンを共有していきましょう。ビジョン作りからリーダーの皆さん始めてくださいね。おまけ。最後、
この YouTube チャンネルを開設するときに、何か YouTube チャンネルでやってほしいことありますかとか質問したんですよ。そしたらすごい皆さん返してくれて、一日のルーティンを見たいとか、ホルンの演奏をしてほしい、コンクール曲の解説をしてほしいみたいな、音楽にまつわることもあったんですけど、おすすめのスイーツを教えてくださいとか、ゲストで出してくださいって人もいましたね。今まで音楽とどのように関わってきたか、生い立ちが知りたい、美容について知りたい、一般楽団の団長さんとインタビューして取材してほしいみたいなね、話もありました。まあいろいろ本当そう考えると、やりたいことってすっごいたくさんあるので、 YouTube ですからコメント欄にどんどん書いてもらって、今日みたいな学びのあることも発信していきますけども、楽しいこともどんどんやっていきたいと思いますので、まあ、自由な褒めラボであってもらったら楽しく長く続くのかなと思っています。皆さんのアイデアでどんどん一緒に楽しんで学んでいきましょう。本当にありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。褒めで幸せを科学する心先生の褒めラボ、ありがとう。